は今日最後の古墳でございます。前方後円なんていうの見えるか分かるかね。前方後円墳畑になってんな。えれい日が経ってましたか。わからんなこれは。小高い山になってます。何にもわからんかね。改変されてさっぱりわかりません。わかりませんか。この竹がいっぱい生えてきてますね。竹がね生えるとものすごい勢いで竹やぶになるんでね。あ、今変なやわ。竹いっぱいやわ。これこっちが見えてくる方法になってるかな。こっちはな、こう方法かね、こうかね、こう公園部かね。まあイメージ的にはそこでございますね。こう見たけどね。わからんな。首入れ日わからんし残念でございました。慰霊とか立ってますからね。昭和の時代やろね。こうやったのが昭和の初めぐらいやろ。慰霊碑になってるね。はい、失礼します。あれ、あれは書いてないがね。いつ頃ちゅうの。これは日付書いてないね。大体書いてあるんだけどね、何年ぐらいちゅうの。ね、これは戦争に行き渡したのか。これおそらくね、陸軍伍長とか書いてある。この村になんか入ってないかね。あ、書いてある、ここにほれ。大麻町遺族厚生会。昭和55年。やっぱり昭和ですね。昭和55年になってますわ。昭和55年ということは、1980年かね。はい、ありがとうございました。最後の公園、前方公園墳でございました。今日6基か7基回ったけど、はい、あれが天皇陵がなかったんでね、急遽変えまして、すんまへん。前方公園墳回りました。ありがとうございました。どれがかかったんかな。2時間半、3時間ぐらいかかってるね。約3時間。はい、ありがとうございました。もう帰ろう。タクタや。